今日関係者に一足早く公開された東山動物園の新ジャガー車。メキシコ風の黄色い建物なんですが、こちら中に入ってみると、緑や木々であふれた自然いっぱいの空間となっています。ジャガーの生息地、中南米のメキシコをイメージした建物に、岩や水辺などジャガーが暮らす環境を再現しています。展示室の広さは屋内外合わせてこれまでのおよそ20倍の400平方メートル。さらにこちらプールとなっていて、本来であればこの辺りまで水が入ってジャガーが泳ぐ姿を楽しめるということなんです。猫科でありながら水中で狩りをするのが得意だというジャガー。東山動物園の新ジャガー社のプールは日本で最も深い2メートル。ジャガーの意外な姿を間近で見られるようになっています。そんな見どころたっぷりの展示室ですが、肝心のジャガーの姿はというと、ジャガーのマヤちゃん、あの奥のスペースにいるということなんですが、なかなかその姿を見ることができません。ここで暮らすのは真っ黒のメスのジャガー、マヤちゃん。実はマヤちゃん、今月2日神戸市の王子動物園から引っ越してきたばかりの新入り。まだ新しい展示室に慣れておらず、なかなか出てくることは少ないんだそうです。結局今日取材した1時間半の間にその姿を見ることはできませんでした。でも皆さん安心してください。本来はですね、非常に活発に動くジャガー、そういう以前行った動物園の関係者で伺っております。慣れてくるとですね、活発な動き、段差を跳躍したりですね、プールを泳いだり、そういう姿をご覧いただけると思います。